This is Yuka Pika. Yuka Pika 英会話のゆかです。おはようございます。今日はもうすぐ5ヶ月の赤ちゃんについて、おっぱいを欲しがっている時の泣き方を今してるんですけど、泣いてる赤ちゃんにおっぱいをあげる直前の泣いてる赤ちゃんに、かける言葉の一場面を見せたいと思います。いろんな泣き方があるっていう話をちょっと違うビデオで言ったんですけどね、ちょっと甘えてるだけの泣き方とかも、お腹すいたっていう泣き方とかですね、初めてのママだったらね、わからないことも多いと思うので、ちょっと参考までにね、その泣き方も見せたくて、今日はビデオを撮ってます。ではこれですね、お腹もう3時間3、4時間に1回の授乳になってまして、もう4時間経ってて朝起きてるのでお腹空いてるんですね。こうやって口に手を入れます。口に手を入れてるのは、おっぱいが欲しいっていう彼のサインなんですね。お子様それぞれのサインが、ね、あるので、ぜひね、まだ見つかってない方は見つけてみるのも役に立つし、楽しいと思うのでね、ぜひお子さんのことを、お子さんの場合どうやっておっぱいサイン出すか見てあげてくださいね。何もなさそうだったら、毎回おっぱい飲むときに、例えばベビーサインだったらこれおっぱいなんですけど、You want my mommy's breast milk? Breast milk? ママのおっぱいで、毎回やってるうちにそれをするようになります。上の娘はおっぱいの時はベビーサイン使ってました。なのでまだサインわからない人は、ママからサインを毎回おっぱいの時にやってあげたら赤ちゃんもするようになるのでね。2人目は私はいろいろ考えがあってベビーサインやめたので、取ってたら彼が自分でもおっぱいの時はこうやって泣きながらこういう風にするようになったので、それがおっぱいサインということを理解してます。ではちょっと語りかけの場面を英語で紹介しますね。 Hey buddy! Mommy's right here! Thank you for welcoming me! Are you hungry? Oh, you're hungry! Okay! Let's have milk! You want mommy's breast milk? Okay! Okay, I will give it to you. Hold on. こんな感じです。Thank you for watching. Goodbye. かわいい泣き方。